ねえ、僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目見当もつかないのです。してくれます。僕も期待に応えたくて、日々努力をしまないのです。笑顔と同情と謙遜と自己犠牲、朝起床に優しさと日に一億は超えそうな必要事項を生きるのです。全くもってその甲斐もなく、結局モノマネはモノマネでしかなく、一人また一人と去って行き、人間が剥がれ落ちるのです。大切な人を幸せにしたり、面白くもないことで笑ってみたり、そのうち今どんな顔の自分かわからなくなる始末です。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目見当もつかないのです。僕もいつの日にか本当の人間になれるんじゃないかなんて、そんな夢を見ていました。夢を見てました。程よく適当に生きながら、程よく真面目に働きながら、全然大丈夫なふりしながら、たまに涙流しながら、手に入れた幸せは忘れるわ、自分のことばかり棚にあげるわ、怒らせイラつかせ悲しませ、僕は一体誰ですか。どうせこんなことになるのなら、初めから僕の姿形を、人間とははるかほど遠いものにしてくれりゃよかったのに。に生きてみたいな、生まれた意味を残してみたいな、この後に及んでまだ人間みたいなことを抜かしているのです。人間として処方中の処方、何一つとしてできないままに、よくもまあそんな気になれたもんだ、怒るのもごもっともです。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕も人間でいいんですか。ねえ誰か答えてよ。見よう見まねで生きてる僕を許してくれますか。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。来てるもんで、だったもんの割にですが、何度も諦めたつもりでも。